チーム頑張りましょう。はじめからです。たくさんあって悩んじゃうね。かわいい。これでいいんじゃないかな。これもいいな。やっぱこれが一番しっくりくるね。着いた。ここがビクニか。へえ。やっと着いた。ここがビクニか。へえ。病気の療養のために作られた島だって聞いてたから、もっと寂れた場所を想像してたけど。想像してたよりもずっと大きいね。建物も立派だし、人もたくさんいそうな雰囲気だし、ちょっとしたリゾート地って感じ。遊ぶところってあるのかな。ショッピングもしたいかも。ランカちゃん、
私たちは病気を治しに来たんだよ。遊びに来たんじゃないんだから。お父さんとお母さんがいろんなつてを頼って評判のいい島へ行けるように手配してくれたんだもの。きちんと病気を治して早く安心させてあげなくちゃ。ランカちゃんだって早くお家に帰りたいでしょ。分かってるってば。お姉ちゃんの言うことは理解できるし、大体賛成だよ。私たちのこれが病気だって言うなら治さなくちゃって思うしさ。療養だって真面目にやるよ。私はさ、お姉ちゃんと一緒ならそれだけでいいんだ。そうだね。で、どうするの？どうするって何が？私たちこの島にしばらく住むんでしょ？そうね。だったらなんかこう手続きみたいなのがあるんじゃないの？私は何も聞いてないけど。じゃあ住むところとかどうするの？そう、私ランカちゃんが知ってると思ってた。私は何も聞いてないよ。あっちゃー、困ったな。どうすればいいんだろう。ランカちゃんは心配性すぎるのよ。誰かに聞けば済むことでしょ。お散歩がてら適当に歩いて会った人に聞いてみましょう。そんな行き当たりばったりで大丈夫かな。行き当たりばったりじゃなくてポジティブシンキングって言ってよね。お待ちしておりました。何これ、ロボット？ほら、お出迎えの人が来てるじゃない。私が言った通りだったでしょ。人じゃないと思うけど、まあいいか。で、あんたが案内してくれるの？入島許可証を提示してください。お姉ちゃん、入島許可証を見せろって言ってるよ。何それ？向こうを出るときに渡されたでしょ。大事なものだからなくさないようにって言われたやつ。入島許可証？あれのことか。私が持ってると絶対になくすから、私の分もお姉ちゃんに預けたよね。そうだっけ。まさかなくしたの？なくしてないよ。なんかちゃんってば、お姉ちゃんを疑うの？悲しいな。ごめん、そんなつもりじゃなかったんだ。じゃあ許可証は？ないの。え？なくしてないんだよね。なくしてないけど、船の中に置いてきちゃった。で？入島許可なき者は排除。排除。うわ、ロボットが集まってくるよ。どうするの、お姉ちゃん。話せば分かってくれないかな。侵入者を排除せよ。排除せよ。聞く耳持たないみたいだよ。ここを通してもらえないと島の人を探すこともできないね。しょうがない、ちょっと道を開けてもらおっか。お姉ちゃんと一緒なら絶対に負けない。Thank you.
余裕。これでよしっと。壊しちゃったロボットはゴミ箱にでも隠しておけばいいよね。証拠隠滅っと。それじゃあ改めて島の人を探しに行きましょう。ほら行くわよ、ランカちゃん。あ、待ってよお姉ちゃん。私たちの物語を楽しみましょう。私たちの物語を楽しみましょう。ランカちゃん、出発。第一島民発見。同じくらいの年の子かな。あの人に聞いてみましょう。あの、すみません、ちょっといいですか。はい、何でしょう。私たちさっきこの島に着いたばかりなんですけど、これからどうしていいかわからなくて。ごめんなさい、私もこの島に来たばかりなんです。そうだったんだ。もしかして同じ船で着いたのかもしれないね。ということは私たち同じ境遇のお仲間なんでしょうか。はじめまして、私稲川真奈と申します。私は神楽坂凛花、こっちは妹の蘭花です。よろしくね、真奈ちゃん。凛花さんと蘭花さんですね。よろしくお願いします。ふーん、稲川真奈さんね、覚えておくよ。島に来て初めて会ったのがあなたたちで安心しました。私何もわからなくて不安で。私も真奈ちゃんみたいに優しそうな子と一緒でほっとしたよ。ほっとするのも安心するのも勝手だけどさ、状況は変わってないよ。入島手続きはどうするの。私たち許可証もなくしたし、寝るところも決まってないんだよ。お腹も減ってきたし、これじゃ病気を治すどころじゃないよ。やっと見つけたわ。あ、びっくりした。同社
映像。ようこそ、ビクニへ。あなたたちを歓迎します。私は、この島の管理運営を任されているものよ。島の人たちは私を、理事長先生って呼ぶわ。やっとそれっぽい人に会えた。神楽坂凛子さんと、蘭花さん。それに、稲川真奈さんね。はい。私が神楽坂凛花です。こっちが妹の蘭花で。私が稲川真奈です。それともう一人、同じ船で着いた子がいるはずなんだけど。もう一人？そんな人見かけなかったけど。迷子になってるのかな？どこに行っちゃったんだろう。どうしたのお姉ちゃん。誰かに突然胸を揉まれ、はにゃー。誰だか知らないけど、私の許可を得ずにお姉ちゃんのおっぱいに触るな。ふん、気配も察知できないのか。大したことはないな。大したことあるよ。お姉ちゃんは93センチもあるんだからね。ちょっとランカちゃん。まあ、私より大きいんだ。次からはお前の許可を得てから揉めばいいのか。許可なんてするわけないでしょ。お姉ちゃん下がって、こいつぶっ倒してやる。ほう、死にたいらしい。はい、そこまで。喧嘩はダメよ。誰だお前は。何の権限があって私に命令する。クズリュウモモさんね。そうだけど。私は理事長よ。この島での全権限は私にあると考えてもらっていいわ。元気があるのはとてもいいことだけど。まずはこの島について説明を聞いてからでも遅くないんじゃない？入党手続きもしないうちから放り出されたくないでしょ？神楽坂と言ったな。勝負はお預けだ。別にいいけど、後になって逃げ出さないでよね。お姉ちゃんのおっぱいを揉みしだいた報いはきっちり受けてもらうんだから。お前はいずれ殺す。ボコボコにしてやる。お二人とも落ち着いて、今は理事長先生のお話を聞きましょう。では改めて、私はこの島の管理運営を任されています。本当ならあなたたちのお出迎えもしたかったんだけど、何しろデスクワークが忙しくて。だからモニター越しでしか会えないの。ごめんなさいね。みんなはどこまで話を聞いてこの島へ来たのかしら。私は V ウイルスというものに感染していて、その治療のためにこの島に送られたと聞いています。あの、私たちも同じです。でもそれだけしか知りません。では少し歩きながらこの島の紹介をしていきましょうか。ここはビクニ。 V ウイルス感染者の治療のためだけに作られた人工島です。正確に言えば、そうして作られた島々のうちの一つね。他にも V ウイルスの治療のために作られたこういう島があるんだ。そういうこと。そしてあなたたちはラッキーだわ。ラッキー？どういうことですか？ここは数ある島の中で唯一 V ウイルスのコントロールに成功した実績を持つ場所なのよ。簡単に言えば、この島で1年間治療を受ければ V ウイルスを感知させることができます。あの、質問してもいいですか？どうぞ、凛花さん。今の話だと、なんだか私たちの病気が普通は治らないみたいに聞こえるんですけど。その認識で間違っていないわ。V ウイルスを完全にコントロールしたという報告はありません。
このビクニの外ではね。V ウイルスってそんなに重い病気だったんだ。全然知らなかった。お父さんたちが言ってた評判がいい島っていうのはそういう意味だったのか。リンカさん、そんなに落ち込まないで。この島にいれば病気を治してもらえるんだもの。一緒に頑張りましょうね。うん、そうだね。ありがとう、マナちゃん。私も一つ聞きたい。治療とはどういうことだ。私はそんな話は聞いていない。私はここで戦って強くなれと、ただそう言われてきた。誰に聞かされたか知らないけど、雑な説明ね。困ったものだわ。ただ間違いでもないのよ。どういうことですか？稲川さん、みんなもよく聞いてね。 VU ウイルスは強大な力と未知の可能性を秘めています。その力を制御できないせいで思いがけない事故を起こしてしまったり、心身に重篤な影響を及ぼす場合があるわ。思いがけない事故。そのような過ちは V ウイルスの感染者にとっても、それ以外のものにとっても喜ばしいことではありません。そういった事態を二度と起こさないためにも、 V ウイルスを思いのままにコントロールする術を得ること。そのために V ウイルスの力を使ってお互いに戦い合うことで能力を磨いてもらいます。それが V ウイルスの治療につながるの。クズリュウさんが言ったことが間違いではないというのはそういう意味よ。コントロールか。それは言葉通りに解釈してもいいんだな。ええ、あらゆる意味でそのように受け取ってもらって構いません。ならいい。お前たちに言っておく。私の邪魔をするな。邪魔なようであれば殺す。それはこっちのセリフよ。私とお姉ちゃんの楽しい療養ライフを邪魔しないでよね。それにあんたさ、さっきから殺す殺すって物騒なこと言ってるけど。冗談だと思っているのか。お姉ちゃんにかすり傷一つでもつけたら、ただじゃ済まさないよ。ランカちゃん、喧嘩はダメだってば。リンカさんの言う通りよ。あなたたちはこれから同じクラスになるんだから、仲良くしてもらわなくちゃ。同じクラス。 V ウイルスの感染者は若い人がほとんどなの。だからこの島には学校があるのよ。あなたたちは同じクラスで治療プログラムを受けてもらう予定だったんだけど。クズリュウって言ったっけ。こいつと同じクラスなんてごめんだわ。なんとか他のクラスにしてもらえないんですか。そう言われても困るわ。あなたたちは VR クラスで治療プログラムを組んでいるし。 VR クラス。VR ウイルス保持者をまとめたクラスよ。 VR ウイルス。 V ウイルスではなくて。あ、その説明も必要か。あなたたちは V ウイルスの中でも特殊なウイルスを保持しています。私たちはそれを VR ウイルスと呼んでいるんだけど、 VR ウイルスにはそれ用に組んだ特別な治療プログラムが必要なの。だからあなたたちに関しては別のクラスというわけにはいかないの。ごめんなさいね、ランカさん。特殊なウイルスってどういう風に特殊なんですか？ VR ウイルスの保持者はエクスターとリブレイターの両方の能力を同時に持つ。そんなことも知らずにここまで生き抜いてきたのか。エクスター？リブレイター？エクスターは肉体を物質化して武器、アームへ変貌させる能力。